去年9月にキャンプ場バイトを退職し、自宅警備員生活を続け、3月末で7ヶ月を迎えてしまう。4月末から就活を再開する予定だけど、予定は未定。5月に入っても自宅警備員生活を続ける可能性すら十分あり得る。場合によっては1年、さらに2年3年と、人生改善刑事チャンネルの刑事さんみたいに働くこと自体を諦め、働くという概念すらなくなり、10年無職引きこもり自宅警備員生活の可能性すら出てきた。普段の生活は基本外出せずに動画編集に没頭する毎日。外出する機会はガソリンスタンド、買い物、銀行など、訪れる場所も極めて限定的。そんな変わり映えのない毎日に少しでも変化をつけたい。自宅警備員を精進しているご褒美としてビジネスホテルに宿泊することを決意したのであった。新富士駅までお願いします。寒いですね。冷えますね。昨日と一緒だね。いや、ようやく春が来たと思ったら、なんか種類をお選びください。やばい、間違えたよ。ホーム間違えた。山梨といえば信玄餅だと思う。お忘れ物がございませんようにご注意くださいませ。
ここだ。
富士駅までお願いします。最高。